こんにちは、蘭子ちゃんです。ということで今日はですね、島村掘り出し物購入品を紹介したいと思います。この間数日前に一部店舗都心のところにね行ってきたので、でちょっとね、やっぱりね、あの地元ではなかなかお目にかかれないような商品がやっぱりあるなと思って購入してきたものがありますので、ご紹介したいと思います。はい、まず1点目はこちらです。お値下げ品です。こちらです。薄手のちょっとシースルーになったニットになります。こちらですね、フラッシュブルーとノンさん、アンバサダーがノンさんのコラボ、はい、セレクト商品かなになります。数ヶ月ぐらい前に出てたやつで、あのちょっといいなと思ってはいたんですけど、一部店舗の商品なのでちょっとね、やっぱちょっと一部店舗には行けなかったんですよ、その時ね。まあ諦めてっていうかね、まあ一回も見たことがなかったんですけど、実際見てみたらやっぱ色合いがさ可愛いと思って、この薄い緑とベージュの買いました。可愛いですよね、春っぽくて。商品名が TT スカシボーダーニット M サイズ淡い薄い大々、税込み1969円が1320円に値下がりしています。 529-0706 です。ポリエステルですよね、これはね、多分ね。タグがいっぱいあるからさ、はい、あ、これは一応高身長のために作られたやつだそうですね、カテゴリー的には。ということで着てみたらこのような感じです。割とここの腕のとこがきついっていうか、しっかり締まりがあって、腕まくりはピッて止まってくれるから腕まくりしやすいです。で主にこのベージュのところがあのシースルーになってて、こっちはまあ そこまで、緑の方はそこまで透けないかなっていうので、まあ、中に着るのはやっぱり黒とかだとだいぶ肌色との差が出てしまうので、まあベージュとかピンク系が無難かなと思います。はい、かわいい。え、かわいい。え、もう今日これ出かけるとき着ていこうかなっていうぐらいね、かわいいです。ちょっとね、首はかなり詰まってる感じ、太いけど、ボーダー太いけど、そこまでなんかさめちゃくちゃカジュアル感も出ないし、いい感じかなと思います。では次に購入してきたのが、一応インナー類になるんですけど、こちらです。はい、これなんていうの、スパッツっていうの、レギンス、レギンスです。ここがなんていうの、今流行りの編み編みになったレギンスです。はい、なんか履いたらね、こんな感じになるやつ。商品名がチューブ切り替えクロシェ風、サイズが M から L、 中薄橙、税込み979円、 472-2781 です。素材が股下がポリエステル 100% で、股上がポリエステル60、レーヨン35、ポリウレタン 5% ということで、このクロシェ風のレギンスで、この股上が普通のペチみたいに楽ちんな感じになってまして、こっから下の見えるとこだけがこれクロシェ風っていうんですね、編み編みのパンツになってて、夏に使えるかなと思って購入しました。なんかさ、こう ここまでの長いやつで、で下にパンツ合わせるときに、本気のパンツ合わせるとちょっと暑いかなっていう時とかあると思うんですけど、これだったらインナー感覚で、まあ、こっから下だけおしゃれになるかなと思って買ってみました、うん、試着してないんですけど、ちょっとどんな感じか履いてみます。はい、ということでちょっとワンピースに合わせてみたらこんな感じです。見えますかね。はい、こんな感じです。え、かわいい。ここが、え、結構今年っぽくてね、可愛いんじゃないでしょうか。 M からね、L をね、購入したんですけど、まあこんな感じで、若干私ここが太いので、太ももとかは、まあ、ちょっとピチピチ感入らなくはないですね。うん、
でも思ったよりピチッとしてこの太ももお尻あたりはピチッとしてた。でもまあこの股上のところは伸びるから大丈夫かなと思います。ダボっとはしてないですね。はい、こんな感じで太ももから下がこうなってるのでめっちゃ可愛いと思います。で普通にねパンツ履いてる風だけどもうこの辺りが全然もたつかないので、あのインナー感覚で履けるクロシェ風レギンス、可愛い可愛い。これなんか SNS で見たことあるんですけど、インスタで見たことあるんですけど、全然あの近くの普通の店舗では見かけることがなくって、でその一部店舗にあったのでやったーと思ってそこ買いました。ただレギンスだから試着ねできなかったんだけど、思ったよりピチッとしてるけど入るっていう感じです。ということで、こういう、まあ、ワンピースの下とかにちょっと肌寒いなっていう日とかさ、こんな感じで仕込んであげても可愛いかなと思います。上は何合わそうですね、結構ね冷え防止的な側面から見てもなんか夏使えるんじゃないかなと思います。はい、ということで今回ちょっと一部店舗に足を伸ばしましたので購入品のご紹介でした。フラッと行ったところで新たな出会いがあったりとか、思いもよらないなんかもう忘れかけてた商品に出会えたりとか、やっぱりねあの楽しいことがあるので、シマパトは楽しいなと思ったねあの日でした。あとねフラッシュブルーがのなんだっけ、あのレミさんとか着てたヒラヒラのあのワンピーもちょっと気になって見てきたんですけど、全然似合わなかったです。形がもう多分なんていうのかな、ダメでしたね。やっぱりあの着られてしまいました。はい、私には似合わなかったな。あれもちょっと気になってたからね、あの行った面もあるんですけど、うん、はい、ということで、まあ、今後も、まあ、あの島村のコラボやあとはこういった掘り出し物系を また探していきたいと思いますので、少しでもいいよって思ってくれた方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。